毎日がエブリデイ。皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日もダバダイとプレイしていきたいと思います。はい、今日はね、上半身下半身血まみれみんちゃんということでプレイステージ2周を回したとこなんですけど、いやーもうほんとね、結構これステルス性が高そうですよね。そして今回はなかなか良さげなね、ツールボックスを持参してきました。弁当箱可愛いですよね。なんかね、これ弁当箱みたいで、とかなんとか言ってる間にね、心音が近づいてきて、今日のお客様は、はあ、いやーうまい具合に見つかりませんでしたね。というわけで今日のお客様はヒルビリーさん、35歳、職業はシステムエンジニアの方。いやー SE なんかには絶対見えないよね。というわけでね、今日も映画を1本紹介したいと思います。トラウマ映画ってありますよね。もうあまりに強烈すぎて悪い意味で一生忘れられない映画、二度と見たくないと思うのに続編とか出ると気になってしょうがない。とにかく鑑賞後の気分は最悪、見なければこんな思いをしなくて済んだのに。2時間前の自分に今すぐ見るのをやめろと忠告しにタイムスリップしたい、そんな映画ってありますよね。で今回は見たら絶対に後悔する胸クソシリーズということで、第1弾はマーターズを紹介したいと思います。これね、オリジナルはフランス映画なんだけど、 Amazon プライムでハリウッドによるリメイク版が配信されています。内容はほとんど同じなんですが、おすすめはやはりオリジナルのフランス版ですかね。絶対に二度と見たくないリストでもトップクラスの胸クソぶりです。こんな映画におすすめもクソもないんですけどね。さあ釣られてしまった。いやー、あ、見つかっちゃった。なんでここにいるの分かったんだ。ヒルビリーさんはね、バッパッさんがね、半端ないっすよね。やべー、まあいいや、クロちゃんを救うことはできた。命のお裾分けというわけです。あ誰か助けて。あ、メグちゃんが、メグちゃん、メグちゃんありがとう。サンクスダンケ。シルブプレイじゃなくてメルシ、僕私。いやなんとかね救われました。どっかでねセルフケアしていかないといけない。でね、マーターズどんな映画かって言いますと、ね、冒頭はね、1970年初頭のフランスなんですよ。リュシーという少女が路上をさまよっているところを警察に保護されたのね。彼女は何者かに監禁されていて、長年にわたって拷問虐待を受けていたんだけど、少女は多くを語ろうとしないため捜査は難航。そんな彼女は児童施設に入りますが、アンナという同年代の少女にだけ心を開くんですね。そして15年後、リュシーはある平和な家庭に押し入って、家族全員をね、いきなりショットガンで撃ち殺してしまうんですよ。もうほんとね、サザエさんみたいなね、超平和な家族なんだけど、なんでそんなことするのかな。でリュシーはその場でアンナに連絡を取って、駆けつけたアンナの前で自殺をしてしまうんですね。なのこったい。しかしそこから物語は急展開。今度はアンナが何者かによって拉致されてしまうんですよ。そしてそこからね、想像を絶するシーンに、彼女と一緒に観客である皆さん、僕たちが悶絶するというとんでもない映画なんですけど、あー、めぐったそう。え、俺かターゲット。うわ、やべ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 、来るか。あら、見つかった。逃げるよ。うわー、こいつにとっ捕まったらそれこそリアルマーターズになっちゃうからね。いやだってさ、チェーンソーを持って何してんのって話だよね。大の大人がシステムエンジニアのくせにね。えもう全然システムエンジニアに見えないよ。いや絶対違うんだろうけどね。さあ、めぐたそが近くで、さあ治療してあげよう。セルフケア、セルフケア。でマーターズってね、
殉教者って意味だね、犠牲者とか殉教者という意味なんですよ。いやもうね、後半からはとにかく目を背けるしかない拷問シーンの連続なんですね。まあホラー映画にありがちなファンタジックな拷問じゃないんですよこれが。もう例えばね、飯を食わせてひたすらね、その直後に、おいおいもう勘弁してくださいよ、来るかな、ちょっと来そうな、あ、いやいやいやごめんなさい、いや来たね、やっぱり来ましたよ来ましたよ。僕はねまた違うところのねジェネレーターを修理、ここに行こうか、クロちゃんでね、このねホラー映画にファンタジックな展開じゃないんですよ。例えばね、ご飯飯を食わせてその直後に拳でボコボコに殴るわけです。そしてまた一段落ついたら飯を食わせてまたボコボコにするのね、ひたすら繰り返すわけで、もう個人の尊厳を踏みにじる、いわばね一線を越えたやり口に、まあ、僕たちの胸クソ指数はもうレッドゾーンに突入するんですよ。もうこれだったらね、チェーンソーで手足をバラバラにしてもらった方が全然マシです。どうして拷問者たちはアンナをこんな目に遭わせるのか、一体彼らの目的は何なのか。もちろん彼らの目的や正体はラストで明かされますけど、もうねそんなことどうでもよくなるような救いようのない、救いようのなさにね、もう鑑賞後はほぼ間違いなくただならぬ後悔に打ちひしがれることでしょう。さあ来た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 、あらーと捕まっちゃった、あれは先ほどのクロちゃんかな。あと3台ジェネ3台、あそこに肉フックがあるのかな。うわー、そしてジェネを破壊してキャンプするかな。あ、1人ロッカー、インザロッカー、なんとかレスキューしたいところ。キャンプしないタイプのキラーさんのようですね。あー向こうでジェネシー爆発させてんの。さて行きますかね。クロちゃんじゃなかったね、じいちゃんかよ。さ直すよ、おークロちゃん、クロちゃん直そうよ。あらー行っちゃったじいちゃん、やっぱ老人はいたわらないとね。はい、お疲れさん。さ、修理進めていきます。3人で修理したら早いよ。早い早い早い。おい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 。もう、こういうタイミングでのね、失敗は命取りなんですってば。来るよ、絶対。ほら、来た来た。一応ね、ノーワンエスケープ対策に、もぎっておきましょう。今どこにいるのかな。さあ早速来たね。じいちゃん大丈夫か、そんなとこに隠れて大丈夫。うわークロちゃんインザロッカーバレバレ。さあまたあそこ同じとこ、どうした、今度はそっちに釣られるのか。おじいちゃん勇猛果敢にレスキューに向かってます。とりあえずね故障してるので故障を食い止めて、ずっと放置しておくとねどんどん巻き戻っちゃうんですよね。あらー行かれてしもうた。あと3人で2台の修理、おやべ、あー我ながらこんなとこで失敗するのはまずい。来るかな。いや、もしかしてじいちゃんがタゲを取っていてくれているのかもしれない。さあ、とりあえずね、修理を進めていきましょう。例えばね、お見合いした時に、お見合い相手に好きな映画は何ですかと聞いた時ね、愛と青春の旅立ちと、またですと答えたら、そいつと結婚するのやめた方がいいです。絶対来たよ、来た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 。
逃げるよ。あー、俺が竹だこれ。やーべー、うわー、板ない、板ないし、おお、逃げろ逃げろ、なんとか巻きたいところを。あー無理か。ぴょーん、窓枠ぴょーん、オッケー。建物に入り込んでなんとかやり過ごしたい。待たずにはなりたくない。お、いい感じ。お、見失ってくれたか。お、なんか見失ってくれてね、ラッキー。いやー、うまく逃げたね。なんか、あ、また見つかっちゃった、やべ。でもなんかあんまりこうチェイスの上手なキラーさんじゃないので、なんとかいけるんじゃないだろうか。逃げるぞ。さあ、また再び建物に入りの窓枠ピョンス。オッケー、お、逃げれたんじゃね。怖え、ヒルビリー怖え。多分世界で一番怖いシステムエンジニア。あの、もうね、修理の完了した発電機の近くに隠れているとね、なかなかこううまくやり過ごせるんですよ。キラーもキラーで、修理完了した発電機はチェックしないからね。盲点ですよ。相手の盲点をついて裏をかく、それがデバイドライト。さて、あと2台なんとか修理を完了させたいところ。残りのジェネレーターの分布が気になるところだね。一箇所に固まりすぎるとキラーがね巡回しやすくなるので、そこから先はね泥試合が展開していく可能性が高いわけですよ。泥試合といえば、一回ね動画上げてきたことありますけど、1時間近いプレイ時間がね、ゲーム時間が1時間近いことがありましたからね。あれは本当に泥試合で疲れましたな。だいたいね、デバイデライトはだいたい10分ぐらいですからね。普通20分超えたあたりからちょっと泥試合の様相を呈してきているかな的な。さて、トーテムもぎっておきましょう。これもね、ノーアンエスケープ対策。うわー、一人は小屋の中のジェネレーターを修理中。あと2台だからね。さあ、来た来た、あ、結構修理が進んでいる。さあ、その間に僕はレスキューに向かいたいと思います。戻ってきちゃうかな。ボロータイム持ってますからね。なんとか逃げてちょうだい。さあ、逃げるよ。ボロータイムは前回のアップデートで大きく仕様が変更されたんですね。救助者には効果が発動しない代わりに回数が無制限になったんですよ。まあこれがね、いいのか悪いのかちょっとわからないですけど、でもやっぱり回数無制限って大きいよね。なので積極的に救助にね向かいやすくなっている。まあ、キラーにとっては厄介でしょうけどな。さあ、そうこうしてる間に発電機は残り1台、そしてまた1人ダウンを取られてしまいました。この発電機は半分ぐらい修理進んでいるので、なんとか一気に、あー、またやっちゃった。来るなこれ。さあ、1人はインザロッカー。ロッカーの中にいるのはじいちゃんかな。さあ、こっち来るね、今の爆発音で。ということは、その間に、その隙にレスキューできるぞ。じいちゃん、いつまでロッカーに入ってんだよ。あら、じいちゃんまたロッカーに入れ直したね。まだずっとね、一箇所にとどまっているとカラスが鳴いてしまうので。っていうか、おいおい、じいちゃんいつまでロッカーに入ってんだよ。さあ、出た。ほらほら、このじいちゃんチキンだな。まさかジェネレーターの修理が完了するまでお前ずっとロッカーに入ってるつもりじゃねえだろうな。お前仕事しろよ仕事。なんたるチキンじじい。
おいおいおい、とにかくね、まあジェネレーターの修理に勤しむしかありませんな。いやもう、ああいう老人こそね、老害ですわ。口は出すけど仕事はしない。あ、またちょっと巻き戻ってしまいましたね。とりあえず修理を進めていきましょう。小杉、いやーこれからもね、しばらく不定期的にね、胸クソシリーズをねやっていきたいと思います。もう見たら後悔する映画っていっぱいありますからね。って言ってる間に、おいおいじいちゃん、いつまでロッカーに入ってるつもりだよ。まだ入ってるぞこいつ。今出たけどまた入り直すんだろう。うわチキンやな。おいこのクソじじい、いつまでそうしてるつもりだよ。俺たちに働かせるだけ働いて、自分は涼しい顔して脱出するつもりじゃないだろうね。いやまだ入ってる。うわー役に立たね、使えねー。さあとりあえずちょっとメグちゃんのね治療に入りたいと思います。俺たち仕事してるねー。ほんと仕事しろよ老人、チキンジジイだな本当。さあ何指さしてんの。さあ来た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 じいちゃん、相変わらずインザロッカーはもう見つかって殺されちゃえばいいのに。ほらまたロッカーから出てきたけどまた入り直す。せこーい。いやもうね、あの居場所をね、ヒルビリーさんに教えてあげたい。ああいうやからこそ肉フックでね、盛大に釣ってね、マーターズになってほしいですよ。さあまた、結構今回トーテム潜りましたよ。もう見たら後悔するトラウマ映画シリーズ、胸クソシリーズはね、不定期に連載していきたいと思います。結構ね胸クソ映画ってなんだかんだ言ってありますからね、まあ、皆さんにご紹介して見ないようにね警鐘を鳴らしたいです。あのクソジジイほんとインザロッカーに徹してやがるな。さてまた壊されちゃってますね。あーずいぶん負け戻っちゃったな。またほぼ1からやり直しですよ。あのじいちゃんが仕事してくれればもっとっくにさ発電機修理終わってたと思うんだよね。また入るんだろうどうせ。おいレスキューに行ってくれよまたインザロッカーだよおい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 、またあれですか、めぐたそうレスキューするのは私若手の役目ですか。ほんと胸クソじじいだな。分かりました、行きますよ。行きゃいいんでしょう。あんまりねキャンプしないタイプのキラーなので、レスキューは簡単、そしてね無制限ボロータイム持ってますから。今のうちにじいちゃん、今のうちにさこういう時にジェネレーターの修理してちょうだいよ。さあ逃げるよお前。おインザロッカーやめた。来た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 、おおよかった、見つからなかった。ってま、お前ら二人ともインザロッカーかいお前いつまで、あのじじいまたインザロッカー決め込んでる。いやこれ二人でインザロッカーおい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 、なんたるチキン。おい二人揃って仲良くインザロッカーかよ。もうねジェネレーター回しましょうよ、終わんないよこのゲーム。
はい、ロッカー入り直し、メグタスがおいおいいい加減にしろって抗議してる。さあここもねゼロまで巻き戻っちゃった。だけどなおもジジイはインザロッカー、メグちゃんもなぜかインザロッカー。こっち来るかな。おいおいこれ泥の混じり合いになりつつあるぞ。あメグタスがまたおいじいちゃん仕事しようよって。お、何セルフケアですか。治療に入りましたねあの二人。やべそんなこと言ってたよね、見つかっちゃったじゃねえかよ。逃げるぞ。おやべあのクソじじいもう仕事しろっつーの。あやば間違えた。なんてこと、裏の裏を書こうと思ったらさらにその裏に回ってしまったみたいなね。一周戻っちゃった。おい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 頼むよ、レスキュー来てちょうだいよ。じいちゃんはインザロッカー、ほんと徹底的に仕事しないんだね。ああいうやついるよね、仕事しないってやつ。フリーライダーっていうんですか、あいの。あれ嘘、インザロッカーのチキンじいちゃんがレスキューしてくれたよ。ありがとうメルシー。僕私なんだよじいちゃん、急に勇敢になっちゃってさ。さて私はちょっとね離れたところでセルフケアしてジェネレーターの修理に勤しみたいと思うわけですけど、彼らの協力なしには脱出は不可能ですよ。まあ、あのヒルビリーさんはねあんまチェイスがお得意じゃないみたいで、これだけ時間かけてねまだ一人しか仕留められてないのであんまり上級者ではないね。まだまだね付け入る隙は十分にあるので、まだまだ分かりませんよ。あと1台だしね。おめぐったそが来てくれた、直してくれる。はい、ここら辺に1台ジェネないのかな。あと3台、ジェネは3台。あそこにあるじゃん、なんだよここにある。オッケー、3台とも比較的じゃあ離れた位置にあるからいけそうだね。あのじいちゃんがなんとかねタグを取っていてくれればこのジェネレーター修理が完了するわけですよ。あなたねもうさっきも失敗したでしょ、もうなんで来るよ絶対。もう命取りなんだってば、こういう失敗はね。人のことは言えないんですけどね。とりあえず向こうのジェネに戻りたいと思います。もう結構ね残されたジェネレーター同士が離れているのでキラーにとっても巡回がなかなか厄介ということで、クロちゃんがタゲを取っていてくれれば僕はこちらのねジェネレーターを修理できると。もう完全ゼロからですねこのジェネレーター。さあなんとかね来ないでほしいし、僕もスキルチェックの失敗は許されないぞ。いやープレイ時間がね20分を超えてしまったので泥沼試合決定ですねこれ。僕の基準の中でプレイ時間20分を超えると泥試合ということで、ドロドロドロ試合ですね。まあ、今回泥試合になった原因はチキンじいちゃんがずっとインザロッカーを決め込んでいたからですよ。あいつ今もあれだな、インザロッカーかな、他の生存者に仕事をさせて自分は涼しい顔をして脱出しようというつもりなんでしょうけどね。さあまた来てしまった。さあジェネレーターは壊されましたね。ただ残されたジェネレーターは結構
距離を持って点在しているのですぐには戻ってこれないはず。あ、メグタソがタゲになっている。そしてじいちゃんはおそらくインザロッカー。なんとかメグちゃん頑張って、その間にこのジェネレーターを修理します。じいちゃんどうせ仕事してないだろうから。お、ナイス。じいちゃんまさか、まさかあのじいちゃんが決めてくれたんですか。というわけでね、私の方はゲートを開放しに向かいたいと思います。来るかなヒルビリー。なんか今ちらっと動いてるのを見かけましたけど、ゲートオープン。来るか来るか。来るかな。来るなよ。よっしゃー、ゲートオープン。あ、オッケー、向こうもゲートオープンして一人脱出。あともう一人はどうだ。多分大丈夫。こちらもはい、脱出しておけばこちらからも脱出できると伝わったかな。いやー、25分ぐらいプレイしてるんで完全にドロドロドロ試合でした。ほんとね、あのね、チキンじいちゃんが悪いんだぜ。まだチキンじいちゃん脱出できてない。まさかまだロッカーの中にいるんですかね。うわ、点数うまうま、27000点、すごいね。おお、米粒が2つついた。こんなこと初めてじゃないかな。2万7000点だと。あ、メグちゃんか。メグちゃん脱出して、一応無事に3人、あのチキンじいちゃんも脱出に成功しました。というわけでね、映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対していくらまでなら出せるかっていうことで評価をつけたいと思います。マーターズ、評価額はズバリ1100円です。佳作。まあ人によってはこんなに10円もつけたくないと言うかもしれませんけど、それでもインパクト絶大なホラー映画です。とはいえよほど好き者じゃないとねえ。まず良識を兼ね備えた皆さんは受け入れることができないでしょうし、そもそもこの映画見ないに越したことはありません。それでも興味のある方は Amazon プライムでリメイク版を見てください。こちらだとね、無料で見られますからね。まあプライム入ってないといけないですけど、おすすめはオリジナル版ですけど、こんな映画にお金を払うのはどうかと思いますね。何度も言いますけど、この動画で好奇心をそそられたとしても鑑賞するのだけはやめておけと忠告したいです。本当にやめた方がいいです。やめましょう、見るのは絶対。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、Have a nice day! バイバーイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。